崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、気づいた方がやるっていうね。あ、お願いします。はい、じゃあちょっとすぐ忘れちゃうんで。はい、ということで。はい、今日はですね。はい、今みたいに、はい、やらかしちゃった事件簿。はい。パート345よくわかんないですけど。企画ものっていう結構何回もやってますね。はい、まだやらかしてんですか。やらかしたことはね、はい、それは探せばいっぱいあるんですよ、はい、やっぱこれシリーズものですから、うん、その16年間もプロ野球でいたら、はい、それやらかしてるでしょ。逆に、はい、やらかさない人生ないでしょ。私もそんなやらかさないんですよ。やらかしてるけど、はい、鈍感力すぎて本人が自覚してないだけ。私多分この時押さないとか多分やらかしたに入れてないですもんね全然。まあ、こういうのはそんなやらかしてないですよね。そうですよね、はあ、はい、まあ、そんなやらかさないです。じゃあ最後に聞くんでやらかしたやつ一つ考えておいてください、ね、あるかな僕が喋ってないで、はい、さあまずやらかしちゃった話、はい、リーグ優勝日本一になって、はい、ビールかけやっちまったな話です。え、なんでビールかけめちゃくちゃいいじゃないですか。え、何やらかすんですか、うん、ビールかけには、はい、暗黙の了解っていうのがあって、はい、まあ、選手側じゃないんですけど、その用意する側、はい、ホテル側、うん、もしくはビールメーカー側か分かんないんですけど、はい、やらかしちゃったねっていう。あ、分かった。冷たいもの用意したんだ。そうなんです。ビールかけのビールっていうのは、はい、冷やしちゃダメなんですよ。そうなんですよね、はい、はい、だからこれはもう、うん、ホテル側か業者側がやらかしちゃったなっていうね、はいはい、うん、僕じゃないっていうね、はい、だから2005年リーグ優勝して初めて福岡でビールかけした時はもちろん冷めてましたよ、うん、ビールは冷めてない、常温のままだって、はい、ね、うん、みんなでやって、はい、まあ面白かったですね、うん、で、日本シリーズ4立てで勝って神戸のホテルでビールかけだったんですけど、うん、1時ぐらいかな、はい、ビールかけが始まるのが、だいたい優勝して胴上げしたセレモニーしたり何とかかんとかしたり、はい、で荷物も終わったので引き上げなきゃいけないし、はい、まあ、ビジターだと、うん、でそこからホテル帰って、はい、用意してでビールが会場に行くから、はい、大体時間がめっちゃかかるわけですよ、はい、だから1時ぐらいから始まったんですけど、はい、まあ、あれなんだって11月ぐらいだから結構寒い時期なんですよね。そう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 、で会場は室内だったんですか。外、はあ、あ、寒いってなった時に、でもよっしゃ用意じゃーっつって、はい、よし、みんなビール持って、あれちょっと冷たいねみたいな、はい、でもまだ人生2回目、はい、そんな気づいてない、はい、こっちも、はい、で、やりだしたら、はい、寒い、ね、寒い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 みたいな、はい、冷たくない寒くないみたいな、最初のうちはテンション上がってるから、うん、イエーイってカメラ来て、はい、いや、日本一やりだしたらってなんだ、インタビューしながらって来て、はい、一通りやること終わったら、うん、寒い、まだあんの、うん、じゃあ、まあやらなきゃね、寒い、冷たいみたいな。福岡の時は初めてっていうのもあって、はい、一瞬で、え、もう終わりみたいな感じだったんですけど、はい、その日本一の時は寒すぎて、まだあんのみたいな、はい、で、日本一になってるからちょっと多めで来てるから、はい、もう凍えるぐらいの、もう今日はもうこれでいいやみたいな。もう、マジやばかったです。もう、でもこれもね、はい、ありがたくそのね、うん、経験させてもらったんでね、うん、ビールかけを、はい、感じれたね、うん、まあいい経験ですよね。そうですよね、うん、確かね、楽天初めて優勝した時にどっちかビール冷えてたんですよね、うん、私も会場両方行ったんですけど、うんうんうん、めっちゃくちゃもう本当に終わった後に凍えるぐらい、しかも仙台だからね、仙台、そう、めっちゃやっぱ多分日本シリーズかもしれない、うん、11月の外のなんか、うん、あ、そうですね、だってあれリーグ優勝は西武ドームだもんね。そうなんですよ、その時ね、めっちゃ寒かったです、うん、もう早くお風呂入りたいって感じでした。これ冷やしちゃダメなんちゃうみたいな。しかもなんか冷やした方が泡が飛ぶとか、なんかビールがこう飛ぶとか、なんかそんなのなかったでしたっけ。もうそんなことより、はい、寒い、冷たい、そうですね。飛ぶ飛ばないって、そんな絵作りいらないじゃん。そうですね、極寒だよ。まあでもいい経験ですよね。いや、それも思い出じゃないですか、まあ、いや、できたってね、うん、いうところでね、はい、これはまあ僕自身がね、やっちゃってないんですけど、はい、ホテル側がやっちゃってね、以後、ホテル、業者、日本シリーズのビールかけ用意するところ気をつけて、はい、常温ね、常温でお願いしますとかね、言ってた方がいいかもしれないですね。いや、もうこの動画見て、あ、常温なんだよって言った時にね、はい、もうその担当者だったり関係してたらね、うん、南藤さん、ビールかけのビールは常温じゃないとダメなんですよ、うん、
冷やしちゃダメですよね、なんで確かに言えますもんね、寒いじゃないですか、はい、佐々木チャンネルでも言ってますよって、ね、はい、言ってください担当の方、お願いしますはい、あとあのもう一つ、はい、日本シリーズのビールかけて、はい、やっちまったなぁは、まだあるんですか、はい、興奮しすぎてビール瓶、シャンパン瓶割りまくるっていう。どうやって割るんですか。いや、あの下に割れないようにマットとか引いてますけど、はいはい、うん、その全面に置かれてるわけじゃないんで、ちょっとの隙間とかあるじゃないですか、はい、でそこ下土、あの石じゃないですか、コンクリだったり、うん、そこにへーって乗ってるやつも取れてるからバタバタ落ちたりしますよね、はい、バシャバシャバシャーって割れまくって、はい、あの靴履いてるからいいですけど、下がビールの破片だらけ。うわ片付け大変そう。あと怪我とかもあるんでね、はい、そうですよね。今度ビールかけやる選手の皆さん、うん、割ったら危ないんで、はい、冷静さを保ちながら気をつけて、気をつけてくださいね。あれは本当もういっぱい散乱すビール瓶とかの割れた粉が、はい、うん、へえ、あれは危ないですね。でもビールかけっていいですよね。普段あんまりちょっと寡黙そうでおしたやかな選手とかもテンション上がってるじゃないですか。めちゃくちゃ上がるっすよね、はい、あれは酒だるとかにね、はい、入っちゃったりしながらね、うん、あ、この選手のこんなテンション高い声初めて聞いたみたいな。昔も子供の時テレビ見てたらプリンスホテルとかだとね、はい、プールの横でやってプールに飛び込んだりね、うん、するとこもあったんですけどね、はい、会場によってはね、うん、まあ、いい思い出ですね。いいね、光景ですよ、あれは。はい、じゃあ次、はい、やらかしちゃったな、はい、あれはプロね、うん、2、3年目からの時にやらかしちゃったんですけど、はいはい、ミーティングの資料を全部なくす、めちゃくちゃ大事なものなんじゃないんですか。キャンプでね、はい、キャンプで、はい、その時鹿児島のサンロイヤルで、うん、その練習終わった時に、はい、夜そのバッテリーミーティングっていうのが結構頻繁にあったんですよね、はい、でそこでその昨年対戦したチームのデータとかをまとめた資料を、うん、まあ、もらうわけですよね、はい、でそこで、まあ、まだ2年目とか、うん、次の日に使うミーティングの資料がないっていうね、はい、どこになくすんですか。いや、わかんない、ないの、なくすとこないじゃないですか。やばいと思って、はい、じゃあどうしますか、そっから。え、まだその時まだ一軍上地です、春のキャンプ、はい、ペーペース、もうこっそり同じキャッチャーからもうコピーさせてもらいます。正解。おー、ですか。だから、はい、あれ誰だったかな、同じキャッチャーか、うん、ピッチャーを持ってるんで、はい、同年代のピッチャーか、うん、そこまで一番ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、行って借りてきて、はい、ちょっと写したいものあるんでって言って、うん、借りてきて、はい、ちょっとそれちょっと貸してもらっていいですか。あ、書いてるところをちょっとこう書き写したいところとかもあったんで、ちょっと書くの忘れちゃったんで、その書き写すためにこれちょっとあの書いてもいいですかって一瞬借りて。なくしたとは言わないんですか。言わない、だってチクられる可能性あるからね。そうですね、うん、でそれを言って、はい、速攻あのホテルから100、200メートルぐらい離れたところにファミマあるんですよ、はい、うん、でファミマに行って、はい、全部コピーす。へえ、何枚ぐらいですか。いや、だってもうそれは何十枚よ。昨年の分全部みたいな、うん、全チームじゃないけどね、はい、そのもらったやつだから1チーム分、うん、1チーム分だったかな、はい、だからまあ10枚ぐらい、うん、全部コピー。へえ、で取ってでそれを返して、はい、でよかったと。あ、いや、そう、で、うん、その時のミーティング行って、うん、で行くじゃないですか、はい、昨日資料忘れたやつみたいな誰か置いていってたぞみたいな、はい、でなるわけですよね、はい、完璧俺のやるでも大丈夫俺のある言わない言わない、あれ資料持ってないやついないんかみたいな、で、まあ、僕はまだペイペイだったから言われちゃう、そうと思って持ってるのか、あ、ありますみたいな、はい、いないんか、じゃあ余りがなんかかなみたいな、はい、あぶねーみたいな、あるじゃないですか、ちゃんとあるじゃん、だから忘れてたと置いてたってことですよね、ミーティングの場所に。でもその後で行きましたよ、もちろん探し会場に、はい、もうなかったっすもん、だから拾ってた可能性あるんですよね。 あ、そうですね、先に、はい、うんうん、あ、でもよかったですね。危ない、全員の前でもう、はい、やれるところだった、さらされるところ、うわー、しかもまだベビーだから、はい、危ないよね。それがね、もうベテランとかだったら、もう全然、あ、すいません、忘れましたって、とか、スコアラーのとこ行って、はい、資料をちょっとなくしちゃった、うん、置いてきちゃったんだけど、はい、え、なかったっすかみたいな、うん、え、なかったよ、え、じゃあちょっともう一部もらっていいですかとかってね、はい、平気に言いますけど、そんなベベ言えないんじゃないですか、はい、危なかったっす。危なかったですね、誰にもバレずに、はい、セーフ、セーフやらかすとこだったいや、ほんと焦ったっすね、はい、肝冷やしたっす、ほんと、
で最後が、はい、まあ、2軍がね浦和にあったん で,、はい、で僕はあの船橋に住んでたんで、はい、電車で通ってたんですよ、はい、浦和とか、うん、武蔵浦和にね、はい、だから西浦から武蔵野線で1本だったんで、うん、まあ、行きやすかったっていうのもあって、でそこで起きた事件です、はいはい、寝坊して降りる駅乗り過ごす電車寝ちゃったってことですね。はあ、やっぱ朝も早いじゃないですか、はい、で西浦和から武蔵浦和って結構時間かかるんですよ、うん、はい、何分ぐらい乗るんですか？ 40分ぐらいかかるんですかね。あ、寝られますね。寝れるじゃないですか、うん、で朝早いから、はい、で出て起きたんですよね、うん、で起きた時にパッと外見たら、はい、見たことない景色なんですよね、はい、それ朝ですよ、うん、その日の試合のにだから遅刻っすよ、下手したらね、はい、うんうん、でもまあその9時過ぎから練習の時に、まあ、8時に着くようには行ってるんで、はい、で起きた時にあれ、そんな風景見たことないなと思って、あー、ドキッとする。どこやろうと思ったら、うん、なんと朝霞台です。朝どのぐらい行き過ぎたんですか？ね、2つくらい行き過ぎた。セーブセーブセーブ。危ない。朝霞台になって1つか2つ乗り過ごしてセーブ。そこから速攻降りて戻ってで、まあ1時間前にね、うん、着く予定で行ってるんで、まあまあ着きますよね。うん、セーブ。危ないっす。早めの行動はねいいですね。よかった、本当。起きた時に風景これ見たことないぞと思って、うん、朝霞台って何駅乗り過ごしたんやみたいな。で今みたいにスマホがあるわけじゃないから調べれないじゃないですか、はい、であの駅のところの電車なんか見て、ああちょっとやと思って、これからセーフセーフみたいな。朝はビビったっすよ。そうですね、ヒヤッとしますね本当に。でも朝バージョンあるじゃないですか、うん、帰りバージョンもあるんですよ武蔵浦から西浦で降りて、で僕は船橋住んでたんで、はい、総武線乗り換えで船橋で次の駅で降りるんですけど、はい、あのまあ疲れてますよね、はい、武蔵浦から乗って、はい、40分ぐらい、うん、まあ寝ますよね、うん、座れたらで寝て、夕方っすよ、まだそれも、はい、だから夏の夕方だから4時とか5時、ね、まだ明るいじゃないですか、うん、寝てて、パッと起きたら真っ暗なんですよ、はい、外が、はい、やっぱ夕方ちゃう、真っ暗やけど、うん、しかも人誰も乗ってねえし、え、どこ、東京駅だったっす、うん、だいぶ寝ただから西船から東京駅までだいぶ寝た、寝たんですかねだから折り返し待ってた、その電車は。あ、なるほど。誰も人いなくて、うん、あの武蔵野線の方も東京駅近じゃないですか、はい、その外真っ暗じゃないですか、はい、そうですね誰もいない。なるほど、じゃあそこからまた出発する電車だ、ね、もうその、電車に乗ってて折り返して動き出したで西船で降りたっすよかった、またね過ごさなくて。でもそれマジビビったっすよ、はい、起きたら5時ぐらいのはずなのに、うん、真っ暗なんですよ外。そうですよね。でしかも人が誰も乗ってない、うん、なんかもう倉庫の中にいるんじゃないかみたいな、え、どこここみたいなそんだけ疲れてたんですねやらかしてるでしょ、はい、であと、まあ、もう一つあるんですか、はい、帰りまた、はい、それ、うん、あの海浜幕張行きだったんですよ、はい、武蔵野線が、うんうん、であの寝てたんですよね、はい、でもちろんまあ寝過ごしますよね、うん、パッと起きた瞬間に、はい、ララポート見えたそうで、ララポートってどこにいるの？南船橋そんでこっから地獄、はい、そっからの帰りの武蔵野線で西浦行きって、はい、そんなに本数ないの、はい、めっちゃ待つっていう、何分に1本ぐらいなんですか？いや、そ、あの京葉線とか、はい、東京に行くのはあるんですけど、はい、そこから武蔵野線に行くってそんな時間待たないとなって、そうなけど30分ぐらい待ったかも分かんないですよ。帰りに時間かかりますねあれはマジ、まあでも帰りはね、はい、まだ何時でも帰れればいいんであれですけど、そうですね、やっぱ行きのね朝霞台はめっちゃ焦ったんで、うん、焦りますねやっぱ遅刻っていうのがあると焦りますよね。帰りはね、うん、ただ帰る時間が遅くなるだけなんで、はい、まあ、さすがに夕方なのに真っ暗の東京駅は焦りましたけどね。びっくりしますねまあでも今のと誰にも迷惑かけてないんで、今日のやらかしは誰にも迷惑かけてないでしょ、はい、ね、いいやらかしですよ。そうだ、ただビールはただ寒かっただけだし、はい、コピーはなんとかなんとかなったし、なったし、はい、寝過ごしたのも、はい、まあまあギリだけど、はい、あの何気にちょっとずつやらかしてんなて、自分の時間ロスになったぐらいです、うん、いやあるでしょ皆さんもね、まあそのぐらいだったらみんなありますよね、はい、でも電車の中でうわーってなるのはねかなり焦るんですよ。焦るし、なんかちょっと恥ずかしいさもありますね。恥ずかしいめっちゃ気取るからね、はい、なりますここはどこ私なのみたいなみたいなないですか、赤羽さん。
私あんまりやらかさない人生なんですよね。だからなのでやらかしそうになった話はありますよ。いいですか、いいですか。私仙台の時に朝の生放送やってたんですよ。でその日の本番中に田原俊彦さん、トシちゃんの VTR が流れる予定だったんですよ。で本番直前に、一緒にやってたアナウンサーが、袴田ちゃん、トシちゃんが前なんかやってたグループの名前知ってる、って言われて、知ってますよそんなのって言ってポンって言ったんですけど、なんて言ったと思います？正解は田の金トリオですね。はい、私たまきんトリオって言っちゃったんです。言っちゃったんですか、はい、言っちゃったっすね、はい、それは痛いっすねなんかそれを聞いてたプロデューサーとかもはぁーってなって、それでも本番でないでしょ。本番でもう本番直前に、だから一緒にいるアナウンサーが、いやこれ本番で聞こうと思ってたから聞かなくてよかったって言って。でも聞かれなかったんですか、本番では。だからもう聞かれなかったまあ聞かれててもね、知ってますよタナキンカリオってね言ったと思って。だって田原俊ちゃん、野村芳雄さん、はい、で近藤正一さんでタナキンですからね。そうですそうです。いや危なかった。ほあわねあやばほほあわばほ、はい、動揺してます